31日ですね、12月31日。今回はね、半間八尾先生が紹介する東芝の PC ね、試作 PC の、見積もりを取ってみました。ですね、最新の、i9 ですね、9900K、合計146,831円で自作 PC が作れます。若干 PC のケースはちょっといい加減に選んだんで合うか分かりませんけれども、電源なんかは安く、また、ですね、SSD も安くてですね、1万円切ってます。で、こちらがね、写真の、ね、PC の部品ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。で、具体的にお見せしますと、こういう具合ですね。まずこれ、これがメモリーですね。これがメモリ8202円、これはプロセッサーですね。プロセッサーメインの8コア16スレッドで、100ワット程度なんでね、確かね、で95ワットかな、まあ100ワット抑えてるんでいいんじゃないかと。でスピードアクセスは結構、今のところ再開、一般的では最大ですね。それからクーラーね、 CP クーラー、これは合うかどうかわかんないけど、ちょっとこれ選びました。安かったんで7980円ですね。これはあのボディのファンですね、3つセットで1080円、これは必要ですね。でこれ 600W の電源5174円ということで、これはケースですね、3983円。これ合うかどうかわかんないけどね、いいんじゃないかということで、 ATX 対応だから合うんじゃないかと思いますけどね。それからこれは Windows 10以降じゃないと動かないんですね、 i9 はね。ということで15200円と。でこれ ATX のマザーボードですね、22572円ということで、局地的にいいですね。これはメモリーですね、13919円、8GB×2 としてます、ね、ということですね。半間八尾先生が選んだこれですね、PC のリストですけれども、146,831円で自作 PC ですね、いいんじゃないかということでちょっと紹介しました。若干ね、よく調べてないのはファンとケースですね。ファンとケースにはちょっと注意してください。ミドルタワー PC ケースですけどね、ミドルなんでね、ちっちゃいかなという感じはちょっとしますけども、安いんで3983円ということでね、選びましたけども、今回ねこの一覧ですね、これで一番安く一番いいパソコンが作れるんじゃないかという感じですね。15万切りましたね。値段の相場変わりますけども、まあ、15万円を切るんじゃないかということで、全部でね、i9 使ってですね、9900K、これが一番いいですね、インテルのね CPU 今はね、一番いいんじゃないかと。安定性があるんでこれが一番いいんじゃないかということですね、選びました。まあ2頃あるんで
SSD ってね、いいんじゃないかと。2号まだあるんでね、今なんとか仕事用にいいんじゃないかということですね。どうもありがとうございました。濱岩先生でした。